はい、それでは続きやっていきます。武風の洞窟が出現していました。寺の中にはかぐや姫の解体が飾られてある。説明文がちょっと変わってますかね。古城の橋は武芸大会会場へと続いている。地上のこの四ダンジョンには入れます。うおほん。ここは第1回温泉開き記念、宝来大温泉場、武芸大会の会場である。やっぱ温泉場の方がそれっぽいか。おう、招待状をお持ちか。すると、そなたが試練殿とコッパラの両名であれるな。よろしい。これで大会の取り組みが決められる。しばしお待ちよ。できましたぞ。本大会の取り組みである。この異国の風来人って初代でいたあいつなのかな。ほれ、試練殿の名もしっかり入っておりますぞ。対戦費用は差し上げますのでお持ち帰りください。所詮はカールですね。犬とかいるんだけど。それでは、大会準備があるので、失礼つかまつる。どれどれ。ん？おい、試練、おぼろの名前があるぞ。あいつ仕事サボって何やってんだ、こんなとこで。なんだ、ミスター X って。こいつが例の外から送り込まれてきた武芸者ってやつか。拙者に何か用でござるかな？うわ！あんたは、さよう、拙者がミスター X、またの名を覆面先生。解説しよう。ミスター X こと覆面先生とは、賞金目当ての武芸大会嵐である。素顔とシャイな心を、覆面で隠した正体不明の謎の武芸者。その名前、素性を知る者は誰もいない。先生！いや、だから正体不明の謎の、さっきから何ブツブツ言ってんだよ、先生。でも先生も来てたんだな。そんならそうと言ってくれりゃいいのにさ。ところで一体何なんだい、その変な覆面は。先生。はて、面用な名前でござるな。バテレンの方かな？わかんない。いずれにせよ、拙者、その先生なるお人とは、人面識もないでござるよ、あしからず。お人は、合ってると思うんだけど、人面識？ちょっと、両方とも違ってた、すいません。は？何言ってるんだよ。ふざけてないでさ、先生。先生だよね。ね、ね。いやいや、誓って別人でござる。本当？本当に？本当の本当、人違いでござるよ、イタジ殿。人違いか。てっきり間違いないと思ったんだけどな。ところで、貴殿たちもこの度の武芸大会に参加なさるでござるか？そうだよ。それはそれは、残念ながら骨折り損のくたびれ儲けでござろうな。優勝は間違いなく拙者がいただくことになるので。
なんだと？ふざけるない。賞金は何が何でも、伊達たちが勝っていただく、いただくんだい。すいません、ちょっと喉が。ほう。拙者に本気で勝負を挑むつもりでござるか。これは少子。手加減せねでござるぞ。そりゃこっちのセリフだ。されば勝負の時を楽しみにしているでござるよ。一回戦で敗退などということなきようくれぐれもお願いするでござる。ふふ、はあはは。よし、絶対負けられないぞ、試練。さあ、行こうぜ、第一回戦だ。ねえ、見て見て、ここで強い人たちの熱いバトルが繰り広げられちゃうのよ。乙女のハートも触れちゃうんだから、この人たちは何回戦でも、セリフ変わんなかった気がするな。これは噂なのじゃが、なんでも今回の大会には蓬莱温泉の利権が絡んでおるらしい。ぶっちゃけ、この温泉は誰のものかということじゃな。温泉一帯の支配権を握り、宿を建てたり、入浴料を取ったりして、誰が利益を得るのか。そいつをこの大会の結果を見て、目花つけてしまおうという話なんだ、なんじゃと。目花っていいのかな。シレンさん、一回戦の相手のカールさんはすでにマシですよ。シレンさんも急いで入場してください。この大会で誰が優勝するかで温泉場一体を仕切るものが決まるらしいな。モンスターがかかっては温泉は奴らのもので、人は自由に温泉に浸かれなくなっちまう。なんだかよくわからんが、そういう取り決めになってるんだとよ。で、よそからすごい腕の立つ武芸者が送り込まれてきてるって話だぞ。これ最初に聞いとくべき話じゃねえか。ここに以前はカラクリ屋敷があったって言うんだろ。すごい話だよな。誰もがただの伝説だって信じなかったのに、実際にそれを見つけてしまうんだもんな。よし、俺も自分の信念を負けたりしないぞ。月にはウサギがいる、きっといる。これが噂に聞く竹垣デスマッチというやつなのね。一度入ったらもうどちらかが倒れるまでとことんやり合うって感じで、なんだかちょっと怖いわね。こっちじゃないか。シレンさんは反対側の入場口から入ることになっていますぞ。準備が整ったら反対側の受付に話しかけてください。くじ引き？じゃあやってみようか。よっしゃ、好きなくじを引いてみしゃい。じゃあ、どれどれ。お、これは、当たりじゃ。お晴れの巻物を持っていくがよい。ちょうどお払い不足してたんでありがたいですね。ちょっと高いけど。本来300で買えますが。あたりでもぼったくいっか。気が向いたらまた聞いちゃい。この年になって実家に取り組みが見れるとは、いや、長生きはするもんじゃ。ほほ。で、お相撲さんはどこじゃ？違うよ。じゃあちょっと中途半端になりそうだから、この辺で一旦終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。